新工事ループ橋浅川ループラインは、長野県長野市の浅川登場交差点から、飯綱高原スキー場前に至る道路の通称。浅川登場交差点から、長野市、門沢までの区間が、長野県道506号都学市高原浅川線、長野市門沢から、飯綱高原スキー場前までの区間が、長野県道404号、土地原北号品野線である。 浅川ダム建設に伴う長野県道403号、飯綱高原浅川線に、長野県道506号都学士高原浅川線に、編入の付け替え道路として建設された道路で、大半が浅川、北浅川に沿っている。長野市街地から飯綱高原、都学士高原方面へのメインルートとして利用されている。以前は、長野市街地から飯綱高原、 都学市高原へのアクセスには、全光寺北交差点からの都学市バードラインが利用されていたが、1985年に起きた地月山地滑り災害により、都学市バードラインの内運上電、大峰山付近間が崩壊、流出し、廃道となってしまった。この区間については、長野市道、大座法市行き西高線が、迂回路として利用されていたが、この道路は、 七曲りと呼ばれる急旬でヘアピンカーブが続く険しい道であり、大型車の通行ができなかった。このため長らく、飯塚高原、戸隠高原へのアクセスは不便なものとなっていたが、1996年に開通した全線に車線、2本のループ橋、2本のトンネルにより山を越える、この道路によって、1998年、長野オリンピックの会場の一つである、 イーズな高原スキー場へのルートが確保され、また不便を強いられていた都学市方面へのアクセスは快適なものとなった。今まで七曲がりを経由してきた川中島バスの71バードライン、都学市線も現在は全便がこの道路を経由する79ループ橋、都学市線に移されている。イーズな高原スキー場から先は長野市道イーズな東山6線を経て、 台座放出地付近で都学市ワードラインに合流して都学市高原へと続く主な橋梁トンネル。ありがとうございます。